はい、治療家の大口貴博です。で、今回はですね、このついにスーピー、皆様お待ちかねのスーピーがようやく完成しました。ありがとうございますこれなんとですね、皆さん、大注目のあのカンナビジオールですね、 CBD があの配合された炭酸ヘッドスパスプレーということで、作らせていただきました。で、まあ、特にこだわりが、やっぱりその炭酸の入っていることによって、やっぱりこう、ただ単に気持ちいいっていうのももちろんあるんですけど、CBD を入れることで、やっぱりリラックス効果とか、やっぱこのコロナとかのこのいう時期で、やっぱり、まあ、自宅にずっといて、もう、仕事ばっかりしてイライラして、もうどうしようみたいな。で、寝れないし、みたいな人がとても増えてるんですね。だそういう人のために、なんだろ、自宅でも、気持ちよく、ヘッドスパ、とかですね、そういうのを自分でもできるようなセルフケアとかも僕らでお伝えさせていただくっていうのももちろんですし、あとですね、サロン様で、技術をこう教えさせていただきまして、でそれを使っていただいて、このあとスプレーですね、合わせ技でとにかく気持ちよく、もう睡眠の質を上げて自律神経を整えてリラックスしていただくっていうのを、サロンの皆様、美容師さんも、あとエステサロンの皆様もできるようになっていただいて、まあ、すでにやっている人たちもよりこうプラスの技術として取り入れていただきたいなというふうに思っております。それでも日本全国だけじゃなくて、もう海外もですね、視野に入れてこう全世界にお届けしていきたいなというふうに思っています。まあ、成分的にちょっとそれが難しいところもあるんですけど、まあ、まずは日本からこう発信していくっていうので、こちらやらせていただきたいなと思っております。でとにかくやっぱりその睡眠障害で困っている方向けに、そのスーピーというふうにさせていただいて、このロゴもですね、可愛くこう見えますかね。そこの Z です、Z みたいな感じで、もう寝れますみたいな感じになってますんで。あとこのデザインもですね、こうちょっとベージュの感じで、少しあまりないような感じのカラーで、少しこう目立つというか、まあ映えるんじゃないかなというふうに作らせていただきました。はい、で、裏にはですね、ちゃんと大口式というふうに入っておりますんで、はい、大口式で今回作らせていただきまして、まあ、炭酸ヘッドスプレーということで、はい。でもまあ、実際使っていただくと、こう、パチパチパチという風に気持ちいい感じで、こう、中に浸透していって、あと、エラスチンも配合されてますんで、棒状腱膜ですね、そういうところの引き締まりという効果も一緒に合わせ技でいけるし、あと、頭皮の汚れですね、皮脂汚れとかも取れるという風な感じなので、まあ、一石三鳥ということで。はい。で、この、なんと素晴らしい大口式のこのスーピーの商品をガルプロデュースさんプロデュースで、今回やらせていただくということで、ぜひとも皆様お楽しみに、実際に使っていただければもう感動されると思うので、お、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、今すごく多いなと思ってるのは、やっぱり天気頭痛とか、はい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 、頭痛に関しての悩みって結構多いなと思ってるんですね。うんうんうん、いい質問じゃないですか。ありがとうございます。なんと、やっぱりそう、やっぱ気圧の変化とか、皆さんもちろんそれでお困りの方とても多いと思うんですけど、やっぱり僕ら施術してて思うのが、頭蓋骨のズレとか、顔面骨のズレっていうのがとても多いんですよ。だそれがこう、頭の中にはですね、脳脊髄液 CSF っていう、まあ、液体が絶えず流れてるんですけど、それやっぱ疲れストレスとかで、そんな内側からこう、なんていうんですかね、滞っちゃうんですね。で内側がこう押し広げるような感覚で、こう溜まっていっちゃうと頭もパンパンになっていって、で頭蓋骨もこう広がってちょっといくんですね。それめちゃめちゃボンってなることはないですけど、ゆっくりゆっくりこう方法も多少緩みが出るので、うん、こうやって開いていくと、その周りにある筋肉たちとか筋膜ってこう圧迫されるじゃないですか、うん、押し広げられるんで、その時のやっぱテンションかかっちゃって、それで片頭痛になったりとか痛みにもなるし、まあ、もちろんあとは首の影響とかももちろんあるんですけど、うん、まあ、やっぱ多いのがこういうところのズレとかですね、あと噛み癖とかもあるの でそういう炎症とかでやっぱ痛みって感じてしまうので、それをやっぱりこう画期的にというか、もう著しく下げていくのがこの CBD ですね、うん、それリラックス効果、あと炎症を取るとかそういう感じなの で、うん、でそれで、なおかつこう頭蓋骨を締めながら棒状腱膜も整え、つま先膜も引っ張り上げて正しい位置に持ってくると、うん、でそうするとこう方法もですね、こうしっかりこう締めていくので、頭のサイズ感もこうむくみも取れて変わってきたりとか、あとはつま先膜も引っ張りながら大口式でやらせていただくので、小顔効果もしっかり見込めるということでやらせていただきます。先生、ちょっと僕から一個質問なんですけど、今多分先生が作った CBD と炭酸スプレーって今多分世の中に全くないです。多分初めてじゃないですか。だからこそ作りましたね。先生、なんで CBD と炭酸を掛け合わせようと思ったんですか。い
やこれそれこそ本当ガルさんがもうずっと CBD って僕になんかツン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 言ってくるんでなんかその時なんかたまたまサンプルかなんかでオイルをいただいたんですね、うん、でそれ舌下にやるのとかあと足裏に塗ったりするといいよっていうのをいただいてて、まあ、実際に僕も あんまり寝れない方だったので1日寝れて大体 2,3 時間なんですよ僕睡眠が。でそれでこう実際やってみると結構すっとこう深い睡眠が取れたのでこれいいなってなったんですけど、であとは炭酸ヘッドスパスプレーを、まあ、僕の行きつけの美容室さんで受けたんですよ、うん、炭酸のそのスプレー純粋に炭酸のスプレーをやってもプチューってやってヘッドスパをやってもらってたんですね。これ普通にそれを僕が摂取した次の日にそれを受けたんでこれ普通に合わせたらいいんじゃねってただ単に思って、まあ、それがもう本当に気持ちよくて炭酸のそのプチプチパチパチパチっていうのとそれでマッサージされるのが純粋に気持ちよくてその CBD でそのリラックス効果とかそれを合わせ技したらこれもっと面白いことが起きるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、今回作らせていただいた感じになります。先生ありがとうございます、はい。ここからですね、うん、プロ市場の方の、まあ、施術の仕方と、はい、あとはお客様がご自宅でするセルフケアの仕方をですね、ちょっと教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。